批判を糧に成長、ナンバーアンダーライン愛の壮絶な1年間の全貌を暴露海外進出を目指すナンバーアンダーラインアイ成功への道のりとファンの熱い応援アイドルグループナンバーアンダーラインアイはその名の通り数々の挑戦とともに歩んできた彼らの物語はまるで未知の大なばらを航海原を後悔する船のように波乱万丈でありながらも力強く進んでいる 特に、全事務所を離れ、新たな道を歩み始めてからは、その航路には数々の困難が待ち受けていたが、彼らの決意と情熱は一切揺らぐことがなかった。三人のメンバー、翔君、ん、岸君、そして神宮寺君は、それぞれが異なる背景と経験を持ち寄り、共に新しい挑戦に挑んでいる。全事務所での経験は、彼らにとって貴重な財産であり、そのスキルや技術を活かして、 新たなパフォーマンスを作り上げている。しかし、その過程で批判の声も少なくなかった。特に、全事務所での演出や技術を取り入れることに対する批判は、彼らにとって大きな壁となった。あるファンは、全事務所でやっていたことをそのまま見せてくれるのは当然のことだと語り、その意見に多くのファンが賛同している。確かに、 どの社会でも過去の経験を生かして成長することは当たり前のことだ。しかし、ナンバー・アンダーライン・アイに対する批判は、しばしば理不尽なものであり、彼らの努力や才能を否定するものが多かった。ライターの発言に対しても、多くのファンが、悪意を感じるとコメントし、彼らの声は徐々に大きくなっていった。批判を受ける中で、ナンバー・アンダーライン・アイは決して立ち止まることはなかった。 彼らの目指すべき未来は、ただ前に進むことだけだった。彼らのパフォーマンスは、常に新しい挑戦を含んでおり、その一つ一つがファンに感動を与えている。例えば、あるファンは、すべてが初めてだったのですごく感動しましたと語り、その感動が他のファンにも伝わっていった。フライングの演出についても、彼らの技術の高さと美しさに驚かされる声が多かった。 フライングは誰でもできる技ではないと多くのファンが認識しており、その技術の高さに対する評価は高い。しかし、一部の批判者は、全事務所でやっていたことをしてはいけないと主張し、その意見に対しては多くの反論が寄せられた。良いものは良いとファンたちは口を揃えていい、その意見が広がっていった。また、ナンバーアンダーライン愛の活動は国内にとどまらず、海外進出も視野に入れている。 彼らは日本のファンと共に世界へと羽ばたくことを目指し、その努力が実を結びつつある。ILYs の応援が、海外での話題作りに一役買い、ナンバーアンダーライン愛の海外進出にも貢献している。もちろん、三人の才能と努力がその成功の基盤となっていることは言うまでもない。批判なんて気にしないで、三人のやりたいことをしてほしいと多くのファンが彼らを応援している。 その声に支えられ、ナンバーアンダーラインアイは日々成長を続けている。毎回同じような批判が繰り返される中で、彼らの活動は止まることがなく、むしろその批判を糧にしてより強くなっている。ファンの一人は、私はフライングをやってくれて嬉しかったと語り、その感動が他のファンにも伝わっていった。全事務所を離れてからの一年間、彼らは楽曲制作、ダンス、MV 制作、 CM 撮り、本の撮影、紅茶屋出演、テレビ出演、ファンネームの決定など、多忙な日々を送ってきた。これらの経験は、彼らのパフォーマンスに新たな深みを与え、ファンとの絆を一層強固なものにしている。彼らのコンサートでの演出は、これまで積み重ねてきた経験を生かしたものであり、その一つ一つが観客に新たな感動を与えている。しかし、 批判の声は依然として存在しており、その中には悪意を感じる者も,も少なくない。特にヌンベリといった別称は、多くのファンにとって不快なものであり、そのような批判に対しては毅然とした態度で対処している。もう、アンチは何でもつきたくなるんですね、と多くのファンがその批判を一周し、応援の声を上げ続けている。フライングの演出についても、彼らは、どのアーティストもしていると反論し、 その技術の高さと美しさを誇りに思っている。三人がやりたいことをしていることに対して何が悪いのか、前向きに考えて応援していくことがファンの役目であると多くのファンが語っている。演出の真似という批判に対しても多くのファンが反論している。少年隊の仮面舞踏会のマイクを蹴り飛ばすパフォーマンスも、西城秀樹さんのバラの鎖の真似。 球場コンサートもペンライトも元祖は西城秀樹さんといった歴史的な背景を持ち出し、その批判がいかに的外れであるかを示している。ナンバーアンダーライン愛が脅威の存在だからこそ、同業者からの出る悔いは打たれるといった状況に直面しているのだと多くのファンが感じている。また、他の推しのファンが相手を貶めて自分の推しを持ち上げる行為についても多くのファンが批判している。 焼き餅を焼いている時点で相手が上だと認めていることに気づいてくださいと、冷静に意見を述べるファンも少なくない。ジャニーズ事務所が解体され、スタインが全くの別会社になった現在でも、依然として旧事務所との関係を持ち出して批判する声がある。しかし、多くのファンは、今のスタインと提携するアイドルが、ジャニーズ事務所時代と似たような演出でライブしたら同じような批判を受けるのかと疑問を呈し、 その批判がいかに理不尽であるかを示している。苦手なアーティストのライブ映像はスルーすればよいのにと多くのファンが冷静に意見を述べている。彼らは批判を無視し、自分たちの大切な推しだけを応援することに集中している。翔くへの赤いライトのいたずらについても多くのファンが犯罪ですよね。失明する恐れもあります。と強く非難し、アンチの嫌がらせを許さない姿勢を見せている。 ライターの記事についても、多くのファンが冷静に評価している。ライター自身が会場で最初から最後まで見て、自分自身の評価を書くべきだと述べ、SNS から拾ったコメントばかりを引用するような記事に対しては一切気にしないようにしている。ネット中心になればなるほど、読者側が自分でその記事を評価して取捨選択していかないと、負の感情ばかりが大きくなってしまうと、多くのファンが冷静に意見を述べている。 ナンバーアンダーラインアイの活動は、全事務所で培ったスキルを封印することなく、現世でもその技術を存分に活かしている。命がけて身につけたスキルだし、前世ではそれを見せたことで事務所も儲けていたと多くのファンがその技術の価値を認めている。対所持の契約にそのスキルを封印しろと謳われていない限り、堂々と演じれば良いと多くのファンが応援している。神宮寺君に限らず、 裏方の仕事についても前世のように遠慮せずに少しでも自分が関わった分はクレジットに載せるべきだと多くのファンが主張している人は見たものでしか評価できないという言葉に込められた意味を多くのファンが深く理解している別の記事ではナンバーアンダーラインアイと SnowMan の活躍が大きく取り上げられておりどちらも滝沢チルドレンでありタッキーのプロデューサー能力を高く評価している KP 時代から演出は神くんなんだから、似てるも何もないと多くのファンがその事実を認識しており、記者の薄っぺらい記事に対しても冷静な態度を示している。そもそも培った技術を披露して何が悪いのかと多くのファンが反論し、その技術の価値を認めている。別称で使うヌンベリについても多くのファンが不快感を示し、そのような批判を止めてほしいと強く訴えている。 SNS 上での批判についても、多くのファンが、まだそんなこと言ってるんだと冷静に受け止め、その批判に対しては一切動じない姿勢を見せている。変な批判はやめて、自分の大切な推しだけを応援しようと、多くのファンが前向きなメッセージを送っている。ライブでのいたずらについても、多くのファンが、犯罪だと強く非難し、荷物検査を徹底するように求めている。 アンチも嫌がらせも許せないと多くのファンが強い意志を示している。